はい、今回はですね、ミニマリストとして生活している自分が手放したり捨てたりしたものをご紹介したいと思います。お前そんなこと言ってどういう生活してんだよ、どういう部屋に住んでんだよと思った方は、以前にルームツアーの動画を上げていますんで、そちらをご覧になっていただければ、物が少ない生活をしているってことが伝わるかなと思うんで、ぜひ見てみてください。本当にね、必要最低限のもの以外はあんまり持ってたくないんですよね。大げさに言うと、手放してちょっと不便になったとしてもすっきりする方がいいなぁと思っちゃうような考え方をしているんですよね。僕も以前はすっごいたくさんのものを持っていて、それがいいことと思ってたし、捨てられないなぁってすごく思ってた人なんですよ。そんなものを多く持っていた自分が一体何を手放して今ミニマリストになったのかというところを今日は紹介していきたいと思います。それではゴー。初めに言いたいのは、同じものを何個も持たないということを徹底していて、ニット帽はこれ、キャップはこれ、ラインパンツはアディダスのこれ、一つに絞って他のものは手放しました。あと自分は収納グッズっていうものはもう捨てましたね。服や雑貨を入れる3段のボックスみたいなものとか本棚とかなんですけど、まずそれ自体がすごく場所を取りますし、それがあることによって必ずそこに何かをしまい込みたくなるんですよね。しまい込むことで出すのが面倒くさくなってしまって、無駄なものが増えてしまいますし、綺麗にしまい込んだ段階では一見すっきりして綺麗にはなるんですけど、本気で頑張りたいなら収納グッズを無駄に買ってお金を使うよりも、収納グッズがいらないくらい物を手放していくとすごくいいと思います。自分はそうやりました。なんで収納グッズを手放しました。自分は漫画や DVD なども売ったりして手放しました。もしどうしても読みたいな、見たいなって思ったら、漫画はレンタルすればいいし、DVD は Amazon プライムとか Hulu で映画やドラマを見ればいいなと思うようにしました。長い期間ずっと見てないで、あの本棚とか棚にしまってあったんですけど、なんかそのずっと置いてあるのがすごく無駄に思えてきてしまって手放しましたね。あとは写真ですね。これに関しては現物の写真とスマホに入っている写真もです。で、写真に関しては何でもかんでも撮っておいて、やっぱり思い出って捨てられないよなって思っていたんですが、自分はですね、最低限捨てられないなと思うもの以外は全部捨てました。これはぜひやった方がいいと思います。似た写真でも全部撮ってある場合ってありますよね。そういう場合にはこれとこれすっごい似てるけどな、どっちの方がいいかな、こっちの方がいいかなと思ったらそっちだけ残すとか、そうやって戦わせて残していくっていう方法もいいと思います。そうしたら無駄な写真が減って、スマホの容量なんかもすっごくすっきりして良くなりました。はい、いかがだったでしょうか。今日の話の中には今すぐに始められることもあったと思いますし、もう断捨離を進めていて、でも今日の動画を見てさらに物を捨てる気になってくれた人がいてくれたら嬉しいなと思います。ミニマム生活を送ることで節約にもなりますし、部屋もすっきりしますし、ぜひあなたも、そこで今見てるあなた、そう、あなたです。そこのあなたもミニマリストに
なってみませんか？はい、今日の動画は以上です。ミニマリスト、ミニマム生活の動画もどん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 上げていきますので、絶対に見逃さないようにチャンネル登録をして、絶対に見てください。全部見て、面白い動画いっぱい。では次の動画でお会いしましょう。